ケネス・マイケル、ケニー・エドワーズは、アメリカの歌手、ソングライター、ベーシスト、ギタリスト、マンドリン奏者及びセッションミュージシャン。エドワーズは、ストーン・ポニーズ及びブリンドルの創設メンバーであり、リンダ・ロンシュタット及びカーラ・ボノフの長年にわたる共演者だった。リンダ・ロンシュタット及びボビー・キンメルと共に1964年に、ストーン・ポニーズの創設メンバーだったが、 5年後には音楽的な関心をカーラ・ボノーフ、アンドリュー・ゴールド及びエンディ・ウォルドマンらとのバンド、ブリンドルに切り替えた。1970年、ブリンドルは A&M レコード向けにデビューアルバムを録音した。このアルバムはレコード会社に手渡すまでに様々な改定が行われたが発売には至らなかった。その後、エドワーズはリンダロンシュタットとの仕事に戻り、 彼女がブレイクしたアルバム悪いあなたに参加した。以降、エドワーズはロンシュタットと共にサイドマン、シンガー、アレンジャー、ツアーメンバーとして長年を過ごした。エドワーズは元ブリンドルの仲間であるボノフのソロアルバムの注目すべきプロデューサー及びマスタリング責任者としても活動した。エドワーズはエミリー・ハリス、スティービー・ニックス、JD ・サウザー、 ドン・ヘンリー、ブライアン・ウィルソン、ウォーレン・ジボン、アートガー・ファンクル、ビンス・ギル、マック・マカナリー、デビット・リー・マーフィー、ジェニファー・ウォーンズ、ダニー・コーチマー、ロウェル・ジョージなどや、グレン・フィリップス、ナタリー・ディ・ナポレオンといった若いアーティストたちとの、スタジオセッションや、ライブアクトでも演奏している。エドワーズは、セルフタイトルのソロアルバムを2002年にリリースした。晩年、エドワーズは、 シンガーイコールソングライターとして活動し、しばしばニーナガーバーと共演し、2009年にリリースされたセカンドアルバムのレコーディングを完了した。1964年、リンダロンシュタットは通ン時代からの旧友で、すでにギタリストイコールソングライターのエドワーズとフォークロックの曲を作り始めていたボビー・キンメルとバンドを組むためにロサンゼルスに引っ越した。バンドは ストーンポニーズとしてコニック・ベネットによってキャピトルレコードと契約し、1967年から68年の15ヶ月の間にリンガ・ロンシュタットストーンポニーズ・エヴァ・グリーン・ボリューム2、ストーン・ポニーズフレンズ・ボリューム3の3枚のアルバムをリリースした。バンドはビルボード・ホット100で13位、キャッシュボックスで12位になったヒットシングル、 悲しきロックビートで知られている。この曲は未だにロンシュタットの最もよく知られた曲の一つである。3枚目のアルバムの発売前にストーンポニーズが解散した頃から、エドワーズは主にベーシストとして1970年代中頃から1990年代前半までロンシュタットと共にレコーディングやツアーを共にしていた。1970年、ブリンドルは A& m レコードのデビューアルバムをレコーディングし、チャックプロトキンが彼の最初の主要な制作事業の一つを指揮した。このアルバムは何度かの改訂を経たが、リリースされることはなかった。カーラ・ボノフが書き、ルーアドラーがプロデュースしたシングルウォーク、アップディスモーニングはこのセッションから生まれ、ささやかな成功を収めた。その後バンドは解散したが、このシングルは、 ブリンドルの最初の結成からの唯一のリリースとなった。ウォルドマン、ボノフ、ゴールド、エドワーズは1990年代初頭に再結成する前にソロキャリアを確立し、セッション活動を行った。1995年には新たにレコーディングされたデビュー作をリリースし、アメリカと日本でのツアーを開始した。1996年、アンドリュー・ゴールドがバンドを脱退したが、 ブリンドルは1997年までツアーを続けた。5年以上の中断の後、バンドは2002年に2回のハウスコンサート公演のために再結成された。この2回の公演は編集され、翌年にはシングル CD としてリリースされた。2002年の公演を最後に、バンドはほとんど活動を休止している。2000年初頭から死に至るまで、 エドワーズは主にソロのシンガーイコールソングライターとして活動していた。この時期、エドワーズは2002年にセリフタイトルの1枚目のソロアルバムを2009年にセカンドアルバムリザレクションロードをリリースした。エドワーズはフォークアライアンスやシングス・ライク・ヘルといったルーツ系音楽のフェスティバルやシリーズで代表的なパフォーマンスを行った。また、 カーラ・ボノフのツアーを定期的にサポートし、彼女の伴奏者としても活躍した。エドワーズは少なくとも235曲が BMI でクレジットされている多作なソングライターだった。これらの曲の多くは NFL、ナスカール、ナショナルジオグラフィック、PGA、アニマルプラネット、CBS ディスモーニング、ザ・デイリョ賞、デートライン NBC などのテレビ番組の 不随音楽として作曲された。エドワーズの曲は、ニッキグリッティ・ダート・バンド、リサ・ヘイリーとザ・ザ・ディ・キャッツ、ダグ・ストーン、ロニー・コックスなどのミュージシャンに録音されている。エドワーズのウェブサイトによれば、エドワーズはガム及び、血液疾患との闘病の後に、2010年8月18日の午後5時30分、頃に死去した。エドワーズは、 血栓性血小板減少性死半病と診断され、さらに前立腺癌で化学療法を受けていたと報じられていた。去年64、ありがとうございます。